あ、もうそのまま、はい、もう軽くタッチしていただいたら始まります。あ、はい、じゃあ岩瀬です、よろしくお願いします。僕が今日紹介する本、思考のダイエットっていう本で、作者は佐野健次郎さんって方なんですけど、実は、さっきの絵本のティニーの絵の方、物語じゃなくて絵の方手がけてるのがこの佐野さんです。で、まあ、あと有名なお仕事で言ったら、au のあのリスの絵のリスもあれのデザインやとか、あと最近あったあのグリーンだからっていう飲み物のあの CM グリーンだからじゃん、あの CM 手がけてはったりとか、あとトヨタの CM で実写版のドラえもん、あの妻夫木がのび太くんでとか、あの CM とかをまあ手がけたりとかしてはる人です。でまあこの人を知ったのはつい最近で、ちょうど先週の土曜日大阪でこの佐野さんのトークショーがあって、それでちょっと行ってたんです。でまあ2時間ぐらいトークショーがあったんですけど、めっちゃ面白い人で、すごい話もうまいし、まあやってはる仕事の内容もすごい面白くて、でまあそれで、まあ、面白いというか、まあ、頭の回転がすごい速いなっていうのがあって、いろいろ質問振られてもすごいすぐ面白い切り口で返してて、でそれでまあどういう人なんかな、まあ、どういう仕事のやり方されてるのかなって思って買ったのがまあこの本なんです。で、まあ実際書いてある内容は、まあ、結構まあ言われてみれば、ああ確かにそうだなっていう、ある意味なんていうの、 常識というか、まあできなことやけども、けど結構できてないことが多かったりとかっていうのが結構多くて、まあその中で僕が好きなのが、まあ、全部好きなんですけど、まあ好きなページで1個が妄想力と行動力っていうタイトルの部分あるんですけど、よくまあ何々をやってみたいとか、何々になりたいとかっていう希望を口にする人はいるんですけど、実際それを実行にする人、移す人ってめっちゃ少なくて、そういうんやったらまあ誰でもできるけど、実際動かんな、何も始まらへんっていう、まあほんま単純ですけど、ほんまけど、すごいそれはすごい自分の中でもすごい深く刺さったし、はい、まあからほんま言ってるだけやったらほんまあかんなと思うんで、ちょっと僕もまあほんま動いていこうと思ってます。ちょっとまたこれから。で、あとはそうですね、メールを返すときなんですけど、この人はもう60秒以内に30文字以内の、もう短くていいからもうすぐ返すっていうのを常に心がけてはって、メールってやっぱり返事遅くなればなるほど、なんかそう遅くなった理由とかもうかかんとあかんくなったりとか、だんだん面倒くさくというか、余計にその返す側としてもちょっと気分が重くなるっていうのがあると思うんです。そういう経験あると思うんですけれども、まあ、そういうのはもうこのルールでやればそういう心配というかもうなくなるし、でメール返される方も気持ちいいと思うんです。送ってすぐバーって帰ってきたら、ただほんま、はい、すごい読んだらもう即できるなっていうことばっかりで、ちょっとまあ僕もまあ読み終わったのはまだこの月曜ぐらいなんですけど、今ちょっとずつ順番に真似していってるというか、実践していくようにしてます。はい、一応まあそういった本です。まあ
これ全部実行したかってこの人になれるってわけじゃないけど、あ、軽く押していただいて、はい、ありがとうございます。ダイエットの参考なの。確かに。そのダイエットっていうのは何のダイエットの？無駄なことを考えるのをやめて、スマートに、まあ、仕事とかに関しても、うん、いろいろ無駄が溢れてるんだけど、それをスマートにして、それをダイエットするっていう。大阪のトークショーっていうのも、はい、その本についての話ですか？ではなくて、はい、大阪で定期的になんかデザイナーさん呼んでトークショーっていう年に4回あるトークショーがあるんですけど、それが、まあ、この3月に余計固まってるんですけど、それの2回目かな、今年の2回目がこの方、うん、はい。行動できないっていうときに、なんか妄想だけでもしないと思うんですけど、はい、その心理的な部分をどうやって克服すればいいのか、まあ、妄想と行動違うってほんま分かるんですけど、はい、どうやって行動すればいいかっていうことで答えとして書かれてるんですか？もう思いついたらやってみるっていうことです。もうほんまそういうことを書いてるんですよ。アホな企画やなって もう頭の中で思ったんであれば、アホでもいいからとりあえず企画書を書いて、そういうとこをやってる会社に出すとか、もうへこたれないのが大事ですよね。まあそれですね。うん、う失敗とか、そうそう失敗とかはもうダメって言われて、うん、出し続けて、はい。一番実践しようと思いました。僕は今読み終わってすぐ始めてるものが、朝6時半に起きて仕事を始める前にメールの確認、仕事のメールの確認をして、その上で仕事の資料の時間にはもうそういったメールとかの雑用というか、そういう作業は終えてて、もう資料の時間になったらちゃんと自分の仕事に入れるっていう。その一応まだ3日から6時半起きはまだ3日目ですけど、一応続けようかなとは思ってます。ありがとうございます。